第3世代 iPod まで搭載されていたタッチホイールとは違い、ボタンが内蔵される形となった。クリックホイールとは、かつて Apple が開発、発売していた iPod に搭載された入力機器の名称である。スクロール用のタッチパッドと押しボタンが合わさり、一つの装置となっていることが主な特徴である。 クリックホイールは第2世代 iPod Classic から入力機器として搭載されていたタッチホイールの後継となる装置である。タッチホイールでは指を滑らせるようにして操作するパッド部分と押して操作するボタン部分が別になっていたが、クリックホイールではパッド部分にボタンが内蔵される形となった。内蔵のタッチパッドはセンサーに指が触れることによりコンデンサが構成され、 指がタッチパッド上のどの位置に存在するかを微弱な静電容量の変化として検出しセンサーの表面をなぞった指の軌跡によって操作を iPod 上に反映させるようになっているこのように操作の検出に微弱な電気を利用するため手袋をしたままの状態や一部のタッチペンなどでは正しく操作できない場合があるまた上下左右と中央のボタンは タッチパッドのセンサーによって押している操作を検出しているのではなく、物理的に金属の接点を接触させることによって操作を検出するものとなっている。すべてのモデルに搭載されていた。第4世代から新しく搭載され、その後は最終モデルである第6.5世代まで引き続いて搭載されていた。iPod なのが iPod Mini の後継製品であるため、 1> 第1世代から引き続いて搭載されてきたが、第6世代以降は、マルチタッチディスプレイを主な入力機器として採用し、クリックホイールは搭載されていない。iPod Touch は、クリックホイール開発後に発売されたものの、電話機能のない iPhone という設計コンセプトであり、iPhone は、クリックホイールを搭載していないので搭載していない。iPod s h u f f は、クリックホイールと似たような入力機器が、 搭載されているが、スクロールでの操作はできないためクリックホイールとは別のものである。GSM 携帯電話。ノキアはスピナーホイールと呼んでいた。クリックホイールとは構造が異なるが、ほぼ同じ働きを持つ。ありがとうございます。